やっほー。今日はネット環境がいいことを祈って今日はね、公園です。と昨日のお話し会も皆さんありがとうございました。昨日と一昨日、あ、昨日と一昨日か。ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。お話し会最後まで2日間あったけど、みんなと一緒にいろいろお話できて、久しぶりの人もいたし、ずっとお話し会で会えてる人もいるし、なんか楽しかったです。公園楽しみだけど心配ね。心配、私も今日どうなるんだろうって思ってたけど、でも普通にあるみたいなので今日は楽しみたいと思います。楽しかったよ、ありがとう。こちらこそありがとう。こんにちは。今日のしずく公園でなぜないの、よろしくお願いします。楽しみです。リップかわいい。これはめっちゃ今間違えてっていうか、鏡見ないで塗ってたら超濃くなっちゃったんだけど、真っ赤っかじゃないこれ。体調具合は大丈夫ですけど、ちょっとね怖いよね。一応もちろん感染対策はしてるんですけども、気をつけることしかできないけど、全力で気をつけてはいます。今のところ具合は大丈夫です。今日の公演も出れそう、私はね。自宅なのに鏡見ないで塗るの面白い。そう、近くに鏡なくて、でも基本的にいつもあんまり鏡見ないでリップとか塗るタイプです。昨日初めてナズちゃんのお話し会参加しました。楽しかった。可愛かった、大好き。ありがとう。また来てね。そう、今日はね、下尾の代わりにサイリンが急遽ピンチヒッターとして来てくれます。ピンチヒッターさんです。明日から2月とか1年早すぎ。確かにもう1ヶ月だった。早すぎ。早すぎない？どうしよう、やだな。どんどんこうやって月日が経っていくの
早くコロナ収まってよ。もうおこです、コロナに対してもういいよね。もうだって3年目でしょ。もういい加減ね。もうみんなもういいですいいですって思ってるから、もういいよ。学生もね、かわいそう。今日の13時までお話し会の再販あります、あります、皆さんあります。今日の公演でとりあえずしばらく公演は休演になる。そうだね、新春コンサートも大丈夫かな。まあ今のところやるのかなって感じだけど、でもねみんなもなんか早くしてほしいよね。言うなら、まあ、私が決めてるわけじゃないので何とも言えないんですけど、まあとりあえずね、まあ皆さんも無理しないで、体調とか悪かったら でもさ、この公演でさ最後のメンバーとかもいるもん、最後っていうか大きいコンサートは最後のメンバーとかもいるわけだから、これ中止になったら悲しいっちゃ悲しいけど、お話し会申し込んで嬉しい、待ってます。手が痛くなってきちゃった。ヒダヤとコスプレコラボ配信見たいです、ちょっと待っててください。今なんかあんまりメンバー同士で配信できない気がする。お昼ご飯食べた。お昼ご飯はなんとそうめんを食べました。冬にそうめん食べた。これはありがち。おお、今日はなんでだろうね、日によってさ通信制限的なのかかってたのかな。この前さすが吉川家ってさすがって何、さすが。歯が痛い、歯医者行こうかな行った方がいいですよ歯医者早く。私もねこの前歯医者通ってるんですけど、歯医者さん行けなくなっちゃって、仕事が急遽入って、でまた行ける時に連絡しますって言ってからちょっと行ってないのでちょっとやばいですね。えゆうちゃん心配。いやでもね忙しすぎたから今までちょっとゆっくり休んでほしいよね。たまには
命チョコちょうだい。あ、そっか、もうあれか、バレンタインか。え、待って、2月14日だっけ。2月の2日が、あ、2月の3日だ、ごめん、全然ちょっと、2月の3日が節分で恵方巻きで、2月の14がバレンタインか。そっか、早っ。去年、早っていうか去年でも何したっけ、バレンタイン、なんかあったっけ、イベント。最近バレンタイン誰にもあげてない。昔はさ、メンバーにめっちゃ作ってたけどさ。もうあげてません。でもこの時期にちょっとあげても食べづらいかな、みんな。今日の公演外れてしまった、残念。はじめまして。じゃあ、あと5日後コンサート、やばいね。お話から七瀬の記憶力の良さに驚いたよ。意外と記憶力あるの。ももちゃんがメバチコ発症し再発しちゃったみたいだけど、なったことある。何メバチコって、物もらいだっけ。ない、なんかあまり目に物できたことない。今週のテクテク散歩はひーちゃんと、そう、あれ何日放送だっけ。2月の8日。8かな。あ、4か。2月4日。あ、もうじゃあすぐじゃん。もう4日後か。見てください、見てください。俺はもう忘れられてるな。さあ、それはどうでしょう。オンラインお話し会に来てください。
もやっぱりお話し会はね楽しいよね。なんかやっぱり今ショールームだとさ、てかショールームでしかさこう直接話す、ショールームでも直接話せてるわけじゃないけど一方的だし、ね、もうお話し会しかないので待ってます皆さん、お話し会。直接話せると落ち着く、わかる、楽しい本当に。てかなんかみんながすごい楽しそうな顔をして話してるのを見てすごい楽しい、嬉しい。電車の乗り間違いなんで増えてきちゃった、なんかやばいな最近本当に。お話し会の日も電車間違えて、昨日も帰る時に電車間違えて、でなんかもう本当に頻繁にある。なんでなんだろう。てかなんかそうね、乗ろうって思ってた時間あるじゃん、それをそれより早く着きがちなの駅に。まあなんかあこの電車乗れるかなと思って、でまあ走ったりしてちょっと早く着いちゃって、したらその電車に乗っちゃう癖があるの、その一本前の電車。そしたらこの前もなんか気づいたら違う線、違う駅に行っちゃってて、で昨日もお話し会終わって、でもう一個お仕事があって、その後帰ろうと思って電車に乗ったんですけど、まあ逆の電車に乗っちゃってたんですよ。でも携帯見ててずっと気づかなくて、でえって思って、その到着時間にあれって思って見たら全然違う駅に着いてて、あれで降りてまた乗ってみたいな。そう、なんか一駅とかだったらまだ取り返しつくけどさ、なんか気づかないでさ、本当に嫌だ。なんかアプリ使ったらいいよとかさみんなに言われるんだけどさ、いや使ってるよ、使ってますよもちろん。でなんか何番線とかを見た方がいいよとか言われてさ、いや見てるよ、いや見てないんだね、知ってるよそのくらい。いやごめんありがとうみんな教えてくれて、でも分かってるの、分かってるけどね、頑張る、でも、間違えないように頑張ります。自覚症状あったのあります。電車が来たら乗る性格で私も同じいた、やっぱねそうだよね、そうなんですよ、その癖直さないと。まず
頑張ろう。じゃあちょっと早いんですけど今日は終わりにしますね。ごめんねみんな。13位はミキアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。12位はクニアットマークナナセノッペが好きナナレンジャーさん、ありがとうございます。11位はアリービジャーさん、ありがとうございます。10位は台湾のチアホンさん、ありがとうございます。9位は猫トラメンさん、ありがとうございます。8位はホアンさん、ありがとうございます。7位はノリアットマークダンコナナレンジャーさん、ありがとうございます。6位はイッサットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。5位はケナアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。4位はゴロアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。3位はヌーマー再販申し込んでアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋公式お話し会ありがとうアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。それでは皆さん公演でまたお会いしましょう。バイバーイ。